おはようございます。今日のお目覚めはいかがでしょうか。ビタミン俳句前半は朗読、後半は朗読なしの音楽となっています。ご自分で声に出して読んでみると、また楽しく元気が出てきますよ。では、今日の厳選の6句をどうぞ。鎌倉の入り口、靴のもたれ合う。鎌倉の入り口、靴のもたれ合う。片山由美子、戻るぬかるみ、二の馬なれば、あこ思う。戻るぬかるみ、二の馬なれば、あこ思う。飛鳥だ霊夢公、どの質も椿を生けて、島の宿。どの質も椿を生けて、島の宿。山口清村、春三日月、大海は大きい闇を持つ。春三日月、大海は大きい闇を持つ。鍵和田優子、長き夜や、絵皿の響き、さえ帰る。長き夜や、絵皿の響き、さえ帰る。奥村都牛、石濡らす、小雨の見えて、松の芯。石濡らす、小雨の見えて、松の芯。鈴木無理よ、
春風や次郎の夢の
まだ続く。春風や次郎の夢のまだ続く。新田次郎。いつも最後までご視聴くださいましてありがとうございます。今日も良き日でありますように。